さあ、総合政策学校行ってみたいと思います。質問形式はこちら。ご存知の通り、空小銃と読解問題ですね。もちろん読解っていうのは内容一致問題ですが、これは他の大学の対策動画それでも扱っておりますので、総合政策ならではというところで空欄補充問題10問行ってみたいと思います。そして行く前にですね、ちょっと皆さん見ていただきたいところがございます。皆さん選択肢の中にですね、 actually と after all 出てくるんですが、例えば皆さん actually の前後、まあ、こちら例文書いてみましたが、どんな関係なのか意識ができているでしょうか。皆さん actually 左側、彼は到着しているはずだ。で、実際は到着していないんですね。ですから前後は肯定否定、つまり対比の関係ですよね。そして皆さん after all の例文もよくご覧になっていただけるとよろしいかと思います。彼女は試験に失敗するんじゃないか、まあ、私はそう思っていたんですね。だけども結局のところ合格しました。ですから皆さん、after all と言われたら結局という風に訳している。まあもちろんそれでもいいんですが、例えばこの文章中の前半、マイナスの結果になるんじゃないか、そう思っていたんですが、結局はプラスに終わりましたね。ですからポイントはこちら。予想とは反対の結果になるのが after all ですからね。ですからこれも対比の関係。ですから actually も after all も対比ということを意識しながら選択肢検討していただけると嬉しいかと思います。ということで10問頑張っていきましょう。サミさん、第一段落でございます。まずはこちら、空所31番お願いします。皆さん、ヒントは多分このあたりですね。どっちがやってくるのか。もちろんやってくるということはそれが見えるということですね。ですから1番のプレイズ、褒めるではないですね。そして3番ハイドも隠すになっちゃいますね。ですからやってくる、見せるということで2番がいいですよね。エグゼビットですから、見せる、示すということで問題ないかと思います。さあ、続いての段落でございます。空所32番お願いします。これは空所の右側の3 times 数字が来てますね。で、もちろん数字と言われたら具体例のサインですね。ですから一発で3番が正解ですね。さあ、続いて問いの33番お願いします。これは研究をしているという話がありますね。当然研究をしたら何かがわかるわけですから、2番でよろしいですね。 Found that、 ざっと以下のことがわかったということで問題ないかと思います。さあ、続いて空所34番お願いします。すみません、これはですね、比較の話になってますね。で、残の左側は20秒以内ということで、皆さん、残の右側はもちろん1番ですよね。つまり時間制限がない、そういう人たちと時間制限がある人たちですね。そこの比較の話でございますので、1番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、こちら第3段落でございます。まずは空所35番お願いします。さあ、皆さん、こちらの方は過去の研究に関して何とかかんとかですね。で、続いてそうした研究に対して適切にテストができてなかった。ですからこのあたりがヒントになってそうですね。つまりちゃんとやってないじゃないかということですので、正解は1番ですよね。批評する。で、皆さん、2番と3番ですが、どちらも議論するとか論争する、非常に似通った表現ですね。で、皆さん、2番の方は標準的ではありますが、3番はアーギューよりもやや硬いというだけでございますので、本質的にはそれほど違いはないですからね。ですから2番と3番はほぼイコールと。ですから2番を選んでしまうと、じゃあなんで3番はダメなのか。一方3番選ぶと、じゃあなんで2番はダメなのか。という話になってしまいますからね。ですからやっぱり1番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて36番お願いします。皆さん、これはこのあたりとこのあたりの関係性を考えていただけると絞れそうですね。皆さん、前半は準備する時間がないと。で、皆さん、後半は課題の詳細を与えておりますので、準備する時間があるんですね。ですから、時間がないのと時間がある、対比の関係ですよね。ですから、冒頭でもコメントした通り、1番か3番かですよね。両者ともに対比でございます。で、あとはどっちにしますかということですが、皆さん、助動詞メインが使われてますよね。つまり推量でございます。ということで、皆さん、実際はと言ってる3番ではないですね。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら空所37番お願いします。これは選択肢のあの表現とですね、助動詞 can とか could
これとセットで使えるものはあれですよね。もちろん正解は1番ですよね。皆さん、so that。それの that の省略ですよね。で、皆さん、so that の右が助動詞とセットで使いましたね。うんたらかんたらするためにということでよろしいかと思います。ですから正解は1番でよろしいかと思います。さあ皆さん、第5段落でございます。こちら空欄38番お願いします。皆さん、ヒントは空詞の左側ですよね。つまり、嘘をつくべきかつかざるべきか。それを判断する必要性がないと書いてますね。つまり、複雑なことを考えなくてもいいということですね。ですから、それの言い換えはと言われたら、もちろん2番ですよね。単に何々するだけでいいんですね。ですから、複雑なことはしなくていいですよ。と言ってるのと同じでございます。ですから、2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄39番お願いします。デビさん、これ空所の右側にある目的語、altruism、利他主義ですね。つまり他者のことを考えて行動する。それにつながる選択肢と言われたら、もちろん1番、enact。これは法を制定することですからね。もちろん今回は法の話ではないですからね。で、2番、erect。これは家を建てるんですね。ですからどうやら3番が良さそうですね。で、もちろん利他主義の話はこちらにも書いてますね。その利他主義という選択肢を選ぶと書いてますね。ですからその利他主義を確立するという話とつながってきますね。ですから3番が正解です。さあラスト空欄40番お願いします。まずこれは空詞の左側、 instinctive、 本能的なとか直感的なって意味ですね。つまり直感ですぐ反応するんですね。で、一方 deliberation、 これ皆さん熟考することでございますので、じっくり考えるんですね。ですからすぐ反応するのとじっくり考える、まさに対比の関係ですね。ですから3番、 on the other hand、 一方でということで対比の関係ですね。ですから一発で3番が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。では空欄補充10問を振り返ってみたいと思います。皆さん、こういう問題ありましたね。 within 20 seconds、 時間制限があり、それを踏まえて no time limit、 こちらが正解でしたね。ですからその時意識したのは対比でした。そして2番目、カプラーロさんは過去の研究と自分の研究、比較をして criticize、 批判してましたね。そして当然自分の研究は肯定的に捉えるわけですから対比の関係ですね。そしてカッコ3番、 after all とか actually、 共通点は対比でございました。そしてカッコ4番、嘘をつくべきか否か、考えるのは複雑ですよね。ですからシンプルに考えた方がいいですよ。ですから対比の関係を考えてシンプルを選びました。そして5番目、self interest ということですから自分の利益を中心に考えるんですね。その一方で altruism、 相手のことを思いやる利他、もちろん対比の関係ですね。そして最後は6番、 instinctive、 直感。そして deliberation、 熟考。この関係性を考えて on the other hand を選びました。ですから他の学部や他の大学、様々な動画でお伝えはしてますが、こうした対比がヒントになるのは決して偶然ではないですからね。ですから正解のヒントをくれますので、難しい問題迷った時には対比を意識してくださいね。